いやマジエルスターだなー、ランパートのエルスター俺苦手なんだよな、マジでめちゃくちゃ苦手なんだよな。行ってみるか、でもせっかくだし。ちょっとじゃあエルスター探しのために出ましょう。今度からエルスターどこだろうっつって最初にエルスター探しに行きましょう。先だわ。お薬ですわエルスターって。いやーエルスターですね時代は。いやマジで安心しかない。俺もうおーって感じ。もうエルスター持った瞬間もう勝ち申したって感じだわ。逆にエルスターないとマジであれだな、安心しかねえな。エルスター持ってると ね苦手ないよな。バンガロールとかじゃねえんだよ。バンガロールだからじゃなくて、バンガロールスモークがーとかじゃねえんだよ。エルスターがーなんだなこれ。多分分かっちまった。キャラクターじゃねえ、バンガー、あ、バンガじゃねえ、エルスターや。多分エルスター持ってるか持ってないからは、初動ファイトで負け続けてる理由。なんで RE45 って2020ってもう許さんわ。行くぞ味方、エルスター探しや。バーサロ、俺初動降りねえ。マジでエルスター探すわ最初に。多分それが一番俺楽しい。こやー見つけた。俺もう見えるエルスターが。これちょっとメモっとこう。初動降りじゃなくってエルスターを探すってのが一番重要ってことが分かった。これメモるわ。一番大事なのはエルスター探しです。初動ファイトはしちゃダメだわ。俺戦えるんだよ。戦えるけど、まずそもそも俺が4000取ってる時にみたいな状態なんで、そもそもなんですよ。戦っちゃいけねえ。エルスターを探せ。俺のエルスターはどこじゃ。いや大丈夫。結構遠くに降りたから多分3マップぐらいは漁れる。100きたー、勝った。もうこういうことですよ。俺もやっぱね、降りる場所にあるんですよ。見つけちまったもん俺。あ、これエルスターあるわっつって。めっちゃエルスター依存症かもしんねえなマジで。本当にそうなっちゃってる。なくても勝てるけど、あった方が勝率が高いからどうしてもエルスターを求めるみたいな。天才かもしれん。優勝いただきました、ありがとうございます。エルスターしか勝たん。もうね、バンガのスモークうんたらとか言い訳じゃねえんだよな。あ、もうそんなん言い訳。エルスターあるかないかだわ。いやそれも言い訳だけど、結局うちのせい言い訳ではあることに変わりないんだけど、まあ、でも本当にエルスターっすね。来た来た。もう今度から俺負けた理由、あ、エルスターなかったから負けたわって、全部俺それでいけるわ。あったらあれだけど、マジか、敵うまーだけど、それ以外も全部エルスターのせいにできるわ今度から。いや、やっぱ一番気持ちよく戦えるのはエルスターの時だけだわ。エルスターはマジビーム、密進動体。もうちょっとね、もうエルスターシュンシュンのエルスターがなかったらそれは不安になるわっていう話なんですよ。逆によく俺は今まで不安になってなかったなっていう。いや楽しい。エルスターあるだけでこんなに楽しくなるんだこのゲーム、知らんかったわ。マジか、マジ結構来てるわ。でも本当に末期症状みたいな感じになってる。エルスターないと不安だわ。やっぱそういうことなんですよ。あの動画見ましたか、やっぱエルスターなんですよ。エルスターしか俺多分使えないわけじゃないよ。使えないわけじゃないけど、一番使えるのがエルスターで、それがないと不安になる。マジで。俺大会に呼んだらエルスターあるかないかで、勝敗決まるぞ。エルスターも拾えたし大丈夫でしょう。学びも得た。なるほどね。エルスターじゃないから、エルスターの名前じゃないから不安になるから、あれやん。俺の前のか、あれじゃん。考えやん。そう、前の俺の考えですね、それは。俺エルスター使いたくなさすぎて、もうフラットでもエルスターだし、とかなんかよくわからんことを言ってましたね。お願いします。とりあえず、これ撃つ。え、当たんな。泣きそうなんだけど。やっぱエルスターしか勝たんすね。危ねえ。危ねえ、今の。言ってなくてよかった。言ってたっしよ。そう、実は俺もね、実はもう俺、他の武器をエルスターと呼ぶことはすでにやっている。実は。はい、これがエルスター。はい、これがエルスター。これがエルスターエルスターしか勝たねえてか弾持ちいい、やべえ、ランパート一生打ってられるんだけど、エルスターやばすぎる。これ確かに強いわイニシのエルスター時代、そうあの時やば、弾切れる気してるんだけど、やばいなこれ、ずっと打ってられんじゃん。ランパートエルスターちょっと今見えたら、垣間見えた、ちょっと強さがびっくりした。こんな打ってられるっていう、誰もエネルギー持ってねえんだけど。終わった、はい、神横品ナイス、強すんぎ。もうエルスター、
エルスター大好き。もうダメだ俺。一番強いわ。本当に。やべ、嘘じゃないよ、これマジで。もうエルスター強すぎる。もうビームだわ、マジで。ナイスー。一番楽しいもん。マジで。楽しすぎる。俺が多分笑える理由ってエルスター使ってるからだわ。楽しすぎたなぁ。やばすぎる。だって、こっからさ、まず一人瞬殺できるのはもうマジエルスターだけだろ。最近マジ極まってきてるわ、エイムが。エルスターのエイムが。いや、マジでね、エルスター持った時だけ、もう超笑える。エルスターが大好きな動画ありがとう。神よ、エルスター。ほんとに。いやー、ほんとにエルスター強い。そう、楽しい。いやだね、ほらなんかね、負けれてる時が一番つまんねえわ、やっぱこのゲーム。当たり前かもしんないけど。すげー展開速度だな。金ヘルでもねえのに。すごいな。あ、後ろが飛び始めた、あいつ。お、始めた、早っ。お、始めた、始めた。な、これ、挟むか。あー、そっち降りたんだ。え？もうタイミング悪いんかな。なんかさ、俺よくさ、そのハイドアウトさんが配信見てます、あのゴースティングはバンですって言うのに、ゴースティングする人はどういう神経なんだろう、バレねえって感じか。めっちゃ追いかけてんな。まあでもそっか、捕まるよって言われてもやるもんな、そういうことか。やっと見たい。あー、そういうことか。配信だけ見てんのか。その配信の画面だけ見てんのか。動画っていうか、配信の動画だけ見てんのか。そういうね、それあるね。字が読めない赤ちゃん。いや、それはそう。それはそう。そういうことか。おが邪魔で詰めらんないな、これ。痛そう。くんじゃねえ、こら。撃つぞ。あ、壊れんだ、これ。バルじゃないから上待たれたら終わるな。あー、そこで陣取ってんのか。あの位置いいな。結構積みに近いね、これ。このやられ方だと。なんかね、こいつらがいなければいいんだけどね、こいつらが邪魔すぎるんだよね。こいつらがいなかったら全然余裕なんだけど、こいつらがだから行ってくれないと、俺たちはもう罪だね。なんでこっち来んだろう、マジで。上行ってくんないとどっちも死ぬのに。いやでも何も考えてねえんか、そういえば。これまずいよ。え、どうすんのこれ、マジで。行ってくんないと困るんだけど。撃たねえから行ってくれよ、上。あ、死んだ、終わったこれ、マジで。何がしてんだお前ら。心中する気か。いっと、マジで。やばすぎ。やべ、めっちゃ足引っ張られた。いや、アッシュだからいけるとかいう、なんか意味わかんない思考か。やばすぎる。マジでワンチャンだな、これ。
園外で攻撃してこないといて。いやなんかマジでワンチャンありそう。でも敵がなんか全員やばいことしてる、うん、本当にやばいことしてる。これはいけるぞ。オーケーオーケーオーケー。なんかよくわかんないけど勝った。なんかよくわかんない、マジで。な、何してんだこいつら。ありがとうやったマジで意味がわかんないけど勝った。マジかよ。なんか知らんけどいつの間にやら俺が円中にいたわ。相手じゃなくて相手なんとか円相当いたぞ。円中にいたやつらがマジで円見てなかった全員。マジか、最高、ラッキー、ジジー。うひょ、これはいいですね。いやランパーちょっと今きっとね、俺ね今おおって思ったわこれワンチャン面白いな。概念なかったね。ないちゃん